こんにちは。今日はみんなとね、やる企画をいくつか考えてきたので、発表していきたいなと思います。4つのことをお話ししようと思うんですけど、今回もペット募集やりたいと思います。皆さんの飼ってる可愛いペットの写真や動画、1人2つまでっていうのを上限として募集したいと思います。ペットは何でも大丈夫です。本当に。お魚でも、鳥でも、爬虫類でも、小動物でも、大きい動物。大きいワンちゃんとかかな？大きい動物だったら。まあ他にももう何でもいいんですけど、ペットの募集はこちらのツイッターにリプを送ってくださいっていう書き込みを返信、リプライってやつなんですけど、返信ボタンを押してそこに写真を送って、ペットの名前とか自分のニックネームとかなくても大丈夫なんですけど、書いてもいいよっていう方はそちらを書いて、ぜひお気に入りの写真、動画を2つお待ちしております。あと3つあります。どんどんすごくなっていくからね、やっていくことが。じゃあ次は、プレゼント企画っていうのを考えてたんですけど、前回のプレゼント企画の制作に結構苦戦してまして、だってね、プレゼントを作ってないのにまた次のプレゼント企画のやっちゃうのはどうかなって思ったので、メルカリをね、最近結構いろんな方やってると思うんですけど、送料無料の一番安い価格に設定して、メルカリで僕の私物をいくつか販売しようかなって思います。プレゼントのものとかプレゼントの個数とか決めてないんですけど、今までのなんか自分の動画に登場したものとか、買ってよかったなっていうものとか、みんなになんかプレゼントしたいなっていうものがあれば、ちょっとメルカリになっちゃって、そして確か一番安い金額が300円だったと思うんですけど、まあ、送料無料でやらせていただくんですけど、一応そちらもね、また詳細についてはツイッターとかでつぶやくかな、あとはサブチャンネルだねになると思うので、一応ツイッターのフォローをお願いいたします。1ヶ月ちょっとぐらいの間にサブチャンネルで何個かわかんないんですけど販売しますっていうのをやりたいと思うので、そちらでね、詳しくサブチャンネルの方で見れると思います。身長いくつ、そうだね、そういうのも全部、じゃあ質問、あー間違えた、口が滑っちゃった。ってことで、あー質問コーナーやりますなんか最近はじめ社長質問コーナーで100個の質問に答えるみたいなことやってて、意外と100個でも答えれちゃうんだと思ったので、みんなの質問をね拾っていきたいなと思います。質問コーナーではみんなの質問に答える代わりに1人1個までっていうルールで、 Twitter と YouTube ですね。じゃあ最後の企画に移りたいと思います。あー質問コーナーをね最後に取っとこうと思ってたんですけど、4つ目、ちょっとね新しい感じの企画なんですけど、みんながこういうのやってほしいなっていう企画を、何かを作ってみてとかじゃなくて、具体的にいつもと全然違う感じのジャンルでこういうのにチャレンジしてくださいっていうのがあれば、やってほしい企画募集しますっていうところにリプライで送ってください。そこからいただいた企画を夏休み期間中の動画投稿のところでやっていきたいと思います。例えば登山してとか、まあ、夏らしいこととかね、いろいろどんなことでもいいので、企画を出していただいた方の中から面白いなっていうものを使わせていただいてやりたいなって思ってます。結構大変そうなものでもいいので、もうなんか結構凄めのやつをねやりたいなって思ってます。あだからね、もうバンバンすごいの持ってきてもらって大丈夫です。できる限り頑張りたいと思ってるので、ヤバめのやつですね、バーンってすごいものをぜひ待ってます。夏らしいものでもいいですし、壮大な企画でもいいですし、ツイート4つするので、それぞれのツイートで混ざらないように、質問コーナーのとこにペット送ったりしないようにだけ気をつけてください。あ間違えた間違えた、あともう一個あるんだった、もう一個危な、書き忘れてた、そう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 、あともう一個オフ会してくださいっていうコメントもねたくさんあって、でもねなかなかオフ会っていうのもどうやっていいのかわからないっていうのがあったり、まだどれぐらいの人来てくれるかわかんなくて不安だらけなので、ちょっとねオフ会みたいな感じで実際に会うことはできないんですけど、通話をできるようにしたいなと思ってます。半年以上前ぐらいに視聴者さんと電話するっていう企画をねやってたんですけど、そんな感じでちょっとね夏休み期間中にも皆さんとお話できたらなって思ってます。 LINE の方がほとんどの人やってるからいいなとは思うんですけど、スカイフォンっていうね通話に特化しただけのやつで登録いらないものがあったので、それになる可能性もありますね。容量が軽くて登録もいらなくてすぐに番号ができて、でアプリ消せば番号ももう使えなくなるみたいなやつで無料で通話できるので、スカイフォンは結構ありかなっていうのは思ってるんですけど、多分スカイフォン
か LINE のどっちかになるかと思います。っていう感じでちょっとね Twitter やってない方申し訳ないんですけど、ぜひこの機会にね Twitter をダウンロードしていただくか、家族のね誰か Twitter とかやってる方いたらよろしくお願いしますっていう感じです。全部で5個企画をね夏休み期間中にやっていきたいと思います。でその他にも夏休み期間中は自分の考えたねいろいろ面白い企画とかもたくさん毎日ねアップしていけたらなって思います。みんなといろいろ距離が近い感じになれるような企画をねたくさん持ってきたと思うので、ぜひぜひお待ちしております。夏休み楽しみにしててください。皆さん見に来ていただきありがとうございます。バイバーイ。